良質な鉱石が取れるから山奥に住んでるって言うけど、本当にこの道で合ってるんでしょうね。騙されたんじゃないの？元はといえば、お前があんな町に行きてえなんて言うからだろうか。金時計盗まれたのは自分の不注意でしょ。うせえ。ちょっと二人とも。なんだよ。あの子じゃない？ん？逃げようったってそうはいかないわよ。でかしたウィンリー、そいつの手離すなよ。離すもんですか。そのオートメイル、もっとよく見せてくれるまで離さない。初めて見るわこんなオートメイル。サスペンションもコードだけど、なんといっても全体のバランス。この無駄のない設定はまさに芸術よ。俺の銀時計。無駄だよ、お兄さん。いやー、こんなオートメイルが作れるなんて尊敬します。いや、これを作ったのは俺じゃないよ。俺だ。は？ちょっと重くねえか？ですよね。装備者に負担がかかるのよくねえ。だからこいつ小せんじゃねえのか？小さいよな！ってことはもっと軽いのにすれば俺の身長も伸びる可能性はあるな。兄さん大きい！背高い！お前ら小せえな。やっぱり決めた。ドミニクさん、うん、私を弟子にしてください。嫌なこった。もう少し考えてくれても。うるせえ、弟子は取らねえ。そこをなんとか。俺の身長が伸びるオートメールを伝授してやってくれませんかね。黙れみじんこ。え、そんなの決まってるじゃない。見られたら恥ずかしいものが入ってるからよ。どうしたの？馬がどうしたのよ。生まれるってサテラーさん。どうした？なんだって？聞こえない。やるしかないわ。何を？おっさん、パニーニャ。左手でもう一発で！